おはようございます。こんにちは。こんばんは。サラポンです。今日も太陽の光がさんさんと入っておりますね。そんな太陽の光を浴びた季節の野菜、今日はですね、ゴーヤーです。スーパーに行ったらゴーヤーがですね、100円だったんですね。今、このご時世、野菜が、値段がね、高騰している中で、このでっかいゴーヤーがね、100円だっていうのはね、ちょっとびっくりしたわけなんですけれども、今日はこのゴーヤーと、はい、またまた出ました。割引の厚揚げです。今日もね2つゲットしてきました。 30% 引きの厚揚げを利用します。それからですね、もやしを利用してゴーヤチャンプルを作っていきたいと思います。メインの味付けにはですね、クゼフクだしを使いたいと思います。クゼフク商店の万能だしなんですけれども、こちらね、福袋に入っていたやつがちょっとね、賞味期限が切れる前に使い切ってしまいたいということで、今日は節約ご飯77クゼフクだしと厚揚げのゴーヤチャンプルを作っていきたいと思います。それでは早速ですね、材料の説明からいきましょうか。はい、ということで材料の説明です。今日使うものですね、まずゴーヤですね。こちら100円で安かった、本当に大きくて良かったですね。そして厚揚げなんですけれども、2つ使っちゃいます。 30% 割引で賞味期限が今日までなので、厚揚げは2つ使っちゃいます。それから19円のもやしですね。それから冷蔵庫で放置されていた玉ねぎと人参、こちらの余っているものを全部使います。そして先日ですね、お買い物動画でもあげたんですけれども、ポークランチョンミートの半缶のやつですね。こちらね、200円っていうね、安さで売ってるんで、ゴーヤチャンプル使うときはですね、このポークランチョンミートを使うようにしているんですけれども、今日はこちらを使っていきます。それから味付けにクゼフクだしですね、クゼフクの万能だしですね、こちらの方を使ってゴーヤチャンプルを作っていきたいと思います。それでは早速ですね、材料の仕込みからいってみましょうか。はい、まずはゴーヤの下処理ですね。かなり大きいゴーヤでちょっとびっくりしてしまいました。角を取ります。そして真ん中に切れ目を入れますね。はい、ゴーヤが半分になりました。ここで先っぽがちょっと鋭いスプーンをですね、入れて綿を取っていきましょう。いつもね、ゴーヤチャンプル作るときって本当に冷蔵庫の余り物で作ってるんで、今日はね、比較的しっかりしたゴーヤチャンプルだと思います。ゴーヤチャンプルって時間が経つとこの種の部分がですね、赤くなってきて甘くなるんですよね。そういったものを食べる時もあるんですけれども、あんまり馴染みのない方はですね、ちょっと悪くなっちゃったのかなって捨てちゃったりしますよね。ちなみにこのゴーヤ洗ってあるので、下処理をしたらですね、そのまま炒め物に使っていきます。はい、このゴーヤにですね、塩と砂糖を揉み込んでいきます。塩小さじ半分ぐらいですかね、全体に馴染むようにかけていきます。私はちょっと甘いのが苦手なので、砂糖ちょっとだけ入れていきます。はい、次厚揚げですね。今日も 30% 引きでゲットできました。お得ですね、厚揚げってお腹にたまるし最高ですね。はい、いつものカットですね。四角いキューブ型でちょっと薄めに切ってあります。あとは人参と玉ねぎのカットですね。早送りしますね。はい、玉ねぎと人参はこの後水で洗いますね。ポークランチョンミートのカットしてきます。はい、カットできましたね。それでは早速ですね、調理したいと思います。はい、ということで油にですね、ごま油を使う沖縄の方もいらっしゃるんですけれども、今回はですね、クゼフクだしの味を出したいためにですね、普通の油を入れました。こちらの方で使って調理していきたいと思います。
まず火の通りにくい厚揚げですね。厚揚げ入れていきます。はい、同時にですねポークランチョンミートを入れていきますね。こちら端っこの方で火を入れましょうね。しばらくするとこのポークランチョンミートから油が出てくるので、いい感じでね食材が炒められるかと思います。厚揚げがほんのり茶色くなってきましたね。こうなったらゴーヤ入れていきますね。塩もみしたんですけれども、これ一回ね水を切ってください。水切ったらさっきの玉ねぎ、人参と一緒に炒めていきます。はい、玉ねぎ、人参、ゴーヤが入りましたね。それではゴーヤなどがほんのりですねしんなりしてきたので、最後にもやしを入れたいと思います。はい、野菜がですね炒められてしんなりしてきたので、ここでですね久世福だし入れて味付けしていきたいと思います。味付けはこの久世福だしと醤油ですね、あと塩、砂糖を入れていきます。これが久世福だしですね。パックになってるんですけれども、このまま味噌汁などに入れて味付けする方もいらっしゃるんですけれども、今回はですねこの袋の中身を取り出して使っていきたいと思います。手で裂けちゃうので、こうしたらこのまま入れていきましょう。非常に美味しい出汁なんですよ。このように裂けますね。今日は2袋使っていきます。2袋ですね。そしたら醤油入れていきますね。全体に馴染むぐらい醤油をかけていきます。塩小さじ3分の1ぐらいですね。砂糖も入れていきます。砂糖ほんの少し。はい、これで久世福だしの厚揚げチャンプル完成となります。早速ですね盛り付けて実食に行きたいと思います。はい、それでは久世福だしと厚揚げのゴーヤチャンプルーが完成しましたので、実食したいと思います。外がねものすごい暑いということで、今日はねしっかりと食べていきたいと思います。それではいただきます。ごちそうさまでした。ということで完食ですね。はい、夏野菜のゴーヤと久世福だしのおかげで、その潜在能力がですね引き出されていますね。ゴーヤの苦味って非常にいいですよね。大人になってからますます好きになりました。ということで本日は久世福だしと厚揚げのゴーヤチャンプル作ってみたわけなんですけれども、かなり量ができたのでパックに入れて、タッパに入れてね冷蔵保存してしっかりと食べたいと思います。次回も美味しい節約料理作っていきますので、高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。サロポンでした。